こまラジオ、めんどくさいです、でも頑張ります。こんにちは、英雄伝説青の奇跡エボリューションでテオプラトを演じている水橋かおです。こんにちは、DK バンドのコテラカナコです。はい、はい、ということでなんか急激に熱くなってきましたけれども、うん、ほうほうほう、それにも負けず137回、うん、137回か、ね、すごいね。なんかあの友達に、うん、あのラジオって、うん、何年ぐらいもやってんのって聞かれて、うんうんうん、何年ぐらいかなと、長っって言われて、長ってなるよね。なんか2年どこじゃないもんね、きっとね。3ね、2年の壁は超えましたね。超えましたね。長っ長っ長っ、そら100、うん、うん、10回ありがたいと思わなあかんでって言われた。言われた。本当そう思います。ありがたいです、ね、皆さんのおかげですよ。感謝ね、うん、青の奇跡エボリューション、うん、そして千の奇跡2など、うん、あまたのファルコム作品について語ってきたんですけども、うん、つい昨日、ね、そのほう青の奇跡エボリューション発売されました。本日は6月13日更新日ということで、はい、12日に発売ですよね。皆さん、まあ、絶賛楽しんでいる、あ、そうですね、時だと思うので、うん、ね、体調に気をつけて、はい、ね、はい、サンドイッチばっか食べない、1時間に1回あの部屋の四隅ぐる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 回ってください。回ったりとかね、ずっと座ってんのよくないんで換気とか ねしてください、してください。はい、そんなこの番組は毎回ゲームのキャストをお招きしている話を聞いています、うん、ということで今回は、はい、そんな青の奇跡エボリューションで、はい、ワールドワーレスト、サイトを演じていらっしゃいます、はい、龍谷治さんをお招きしますということで、うん、現在好評発売中、青の奇跡エボリューション、さらにさらに盛り上げていきましょう。こうして、ワールドワーレスって、フルネームで書くと、結構なんか、ワールドワブランド名みたいな。かっこいいよな。全部どっちも V ってことだね。そう、ザギンとかにありそうな。ザギン、ワールドバレス。ワールドバレス。ねえ、うん。何言ってんのか知らないけど、ね。何言ってんだろうね。まあそこら辺もいろいろもりもり掘り下げていきたいと思います。は、う、い、ん。ということで、ね、6月の MVL。始まりましたもん、6月も。そうだね。ということで、お便りじゃん、じゃん送ってください。じゃん、じゃん送ってください。ということで、じゃあ次のコーナー、水さん、タイトルコールお願いします。出発特務司令官、リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の特務支援課見習いの2人がその要請に応えていく出発特務支援課です。それでは支援課見習いの2人に登場してもらいましょう。今回はファルコム作品に出てくるキャラで、しおりにはかっこいい男性キャラ代表を、ガチ君にはかわいい女性キャラ代表を、それぞれ3名選んでもらい、ザッケローニ監督風に紹介してもらいながらの登場。逆の方がいいね。なんでしょうね。まあいいですよ。うん、どっちでも。ね、なんかどっちでもいいです。好きにしてください。はいはい、はいはい、準備とかあんだからいきなりそういうこと言うなよ。今ブワーッごめんごめん。ちょっと6月のそういうの敏感になる。その気持ちに敏感。言っちゃった。ごめん。じゃあはい、よろしくお願いします。一番ワジフェミスフィア、2番セルゲイロー、3番ロイド、過去リベール在住の方、とても支援官見習い浜本勝利です。リベール在住の方、はい、そちらのロイドさんでの方のロイド、釣りの人、はい、釣りのロイドさんです。まあ両方釣りですけど両方釣るけど、はいはい、1番リンさん、2番キイカさん、3番ミッシェルさん、特務司令官見習い会社が友です。え、1番誰？リンさん。あ、リンさん気使われてんの。違うんですよ、みんな腹筋割れてそう、気使われてる。あ、確かに。3番まあまあ聞かなかったことにしてあげよう。3番は何だかよくわかんないから置いといてとりあえずじゃあ、はい、ザケローニ風が謎だったけど、はい、そんな感じで盛り上げていきましょう。今回は番組からの支援要請でこちら、ファルコム学園終了記念イベントに行ってこいや、
ということで今振り付けでやったんですけど、うん、伝わらないね、うん、ラジオって悲しいな、悲しいな、今さ、ね、もう動くのも辛いぐらいのこの湿度と暑さの中で、ね、今ちょっと肘やっちゃったぐらいの動きしたのに伝わらないよ、臭い、くそ。ということでじゃあそのモノマネはもう忘れて次に行きます。5月25日に行われたファルコム学園終了記念イベント、うん、ガチくんしおりんの2人にもインタビューとかねいろいろしてもらってきました。はい、それでですね、うん、イベントに来てくださった皆さんの声をたくさんたくさん拾ってきましたので、うん、待ってたよね、はい、今日はアニメの感想をお届けします。ほう、はい、それでは早速お聞きください、どうぞ。皆さんこんにちは、ハルコムラジオです。結構綺麗に入ってるね、こうすごい盛り上がってる、黄色い声で、本日も皆様に感想などをインタビューしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。男の声、ね、ありがとうございます。では早速この辺から回っていきます。嬉しいね、嬉しいっすよ、はい、こんにちは、ですね、早速ですがファルコム学園のアニメ見ました。見ました、ありがとうございます。その感想をぜひよろしくお願いします。面白かったです、はい、面白かったです、一言で、はい、いいですよ、皆さんも一緒に、皆さんも、はい、ゴーファイ楽しかったです。可愛い声の人がいる、ちょっと驚いたんですけど、でも楽しませてもらいました、はい、本編短すぎです。確かに確かに、はい、ですよね、すごく楽しかったですけど、もっといろんなキャラも見てみたいので続編お願いしたいです。 ありがとうございます。そうですよね、あの3分という尺がすごく長すぎず短すぎずちょうどいい長さで、なのにすごい豪快。ちなみにファルコも知らない友人が豪快、豪快豪快ってすごいハマってました。感染しとる、すごい豪快は万能ですね、万能です、ゲームしたんですね、もうこれを機会にゲームを買っちまえよって言って、ぜひぜひ進めてるんで、よろしくお願いします。はい、はい、いやもう毎週楽しく見てました、もう笑って腹筋が痛かったんです。腹筋崩壊。原作も面白かったのは、アニメでこれどうなるんだってところもちゃんとやってくれたんで、あの北米版アドルとかとても面白かった、2期期待してます。ありがとうございます。アニメの感想ですが、わずか30秒で全国民を、一斉に虜にするあのアニメとんでもなく素晴らしいです。今後も期待しております。今日は、コテカラに蹂躙される原久保先生が楽しかったです。楽しかったです。もう全部想像がついたみたいな。ありがとうございます、ありがとうございます。かわいいお姉ちゃんとコメントを求めております。なんかすごいマイナーキャラなんですけれども、あのインスプーンに出てくるマリアを出してほしいです。おまたコアのお願いしましたよ。先生どうですか、お願いします。可愛い女の子のね要望だからね、ぜひぜひ答えてほしい。ひたすら長い期間やってほしいですね、短くていいんで。ちょっとこの辺で出てきてない意見なんですけど、3分、はい、そう1年、そうですね、予算もっと削ってもいいんで。削ってても大丈夫、むしろ削ってるぐらいで長く続けてる方が面白い。なるほどなるほど。修正なしでゴーファイとかやってくれるノリが大好きです。最初アニメ見てなくて、ツイッターでおすすめされたんですけど、一度見てみたらすごいハマっちゃって、今じゃイース1から3までクリアさせてもらいました。ありがとうございます、はい、その調子でザクザクファルコム作品楽しんでください、はい、第2期の時には絶対前後に第1期のブルーレイのコマーシャル入れてスパッと分かるようにしてほしい。ある前提です。自分は第1期を見れなかったので、この回に参加させていただいてよかったです。あと今大学4年生なので、ファルコムの入社試験に挑戦させていただこうと思います。すごい、はい、ありがとうございます。とりあえず時間がすごい短かったですね。短い中でさらに短く感じましたね。ゴーファイがほとんど撮ってますから。ですごい楽しかったです。特にオリビアがすごい弾けちゃって、それがかなり楽しかったです。ですよね、はい、イースいじりすぎじゃねって感じで。イメージがだいぶ崩れたなって思って。
あの赤毛の方が赤毛の方いやいやいや楽しかったですね。ありがとうございます。今日も楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。という具合で、うん、はいはい、うん、本当にたくさんの方々にインタビューを取らせていただいたんですが、うん、ここね、全員半笑いだったんです。そうそう、みんなケタケタ笑いながらっていう。なんかあの、はい、ファルコムに入社希望の学生さんとかいたね。はい。見てなかったんだけどみたいな人。うん、頑張って。人生って何やるか分からんな。分かんないですね。何がきっかけになって人生が変わるか分からんな。ね。そうよ。分からんよ。こういう集まりも無駄じゃないと思う。ね、好きこそもののです、ねね。テレビで見てなくて、あのイベントで全話見るっていう人も結構いましたよ。あ、そうそうそう。これをやるために3分にしたの。って言ってもいいようなね。ね、こういうことラジオで言ってて、それが本当なんだって言われがちですけど。まあ、それは本当かどうか、まあ、分からないですが。でも良かったと思う。結果的にオーライだよ。はい。いや、結果的にゴーファイ。結果的にゴーファイ。はい。じゃあ、こんなところから、後半いきます。はい。聞いてください。はい。どうぞ。にしし皆様、今日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。MC を務めさせていただきます。コテラカナコでコテカナでーす。誰だこれ。30分前でございますけれども、ガンガン飲んでいただいてベロベロになっていただいて、こちらの MC の拙さを皆さんのベロベロでカバーしていただくという、そういう形で今回はお送りしたいなと思っておりますので、皆さんまだ時間ありますので、乾杯までにね、あのたくさん飲んで食べてしてください。さあ、それでは皆さん、ちょっと始まる前にですね、ここらで一緒に Go! やってみませんか。どうですか。はい、そうですね。それでは、私と一緒に4回 Go! お願いいたしますね。いきまーす。せーの、スタッタッタッタララッタ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 ッティー Go! ファイ。タッタッタララッタ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 ッティー Go! ファイ。タッタッタララッタ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 ッティー Go! ファイ。などお願いいたします。イースの名曲が聴けただけで十分です。あ、いや結構リアルにありがとうございます。好きなんですよ、イースが曲が、はい、なんで名曲が聴けてよかったです。アニメ最高でした。2期はどうしてないんですか。2期ね、2期やってほしいですね。あ、アニメはまあ結構最後の方は原作ネタも結構、あのタモリと北米版最高でした。タモリいやでも知ってるキャラクターが壊れてる人と壊れてない人の両方いたので面白かったです。アニメ声優デビューおめでとうございます。 ありがとうございます。あとは早く2期やってください。あ、そうですね、僕らも見たいです。音楽最高。あ、ファルガ君すっごい楽しいです。いいぞもっとやれって言いながら毎週見てます。いいぞもっとやれ。ごめん、ありがとうございます。あ、いろいろなんか古いキャラいじってもらえたのはすごく嬉しいですけど、グルミンとかブランディッシュアザイの濃いあたりももうちょっとお願いしたいと思います。あとこの間リクエストを読んでもらえたんで嬉しかったです。ありがとうございます。てか2月に出したんでちょっとびっくりしたんですけど先週だったんで、前のやつとかが、ありがとうございます。諦めないで聞いてみてください。ありがとうございました。よろしくお願いします近藤社長、よくぞ許可してくださいました。ありがとうございます。とっても楽しいに楽しんで聞けました、見れました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、荒久保先生に北米版アドルの色紙をリクエストさせていただいたものです。今日は楽しみに来ました。よろしくお願いします。ファルガク第2期やる回は30分アニメで28分ゴーファイでお願いします。最終的に本編は何も変わってないっていう。本編はないんじゃない。CM 入った、はい、ゴーファイですよね。ゴーファイです。ゴーファイ見ました。ひたすら笑いました。アドルさんがはっちゃけすぎてたなと。これからもはっちゃけてください。ありがとうございます。ゴーファイ、ゴーファイ、ゴーファイ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
うん、2期を皆さんやっぱりこうご所望されてる方がなんかないって決めてない人もいたけど、ね、動いた人もいますけどちょっと面白かった、まあ、これでも本当に2期できたらいいんですけどね。その時ぐらいまでにはちょっと原作者はよはよっていうね来てくれてたらいいっすね。あね来いって言うから来ないんじゃない。来んなよ絶対って言ったら来ないんだな。逆に最近思う今日この頃っていう、うん、絶対来んなよって言ってると絶対入れないからな。なるほどね。来んなよ来んないでって言ってると言ってたら、ね、来るかも、ね、なかなか大阪の方だからその辺うずうずしてなら行きたいってなるかもしれないですね。来なくていいんだからね。ツンデレ来たな、うん、そういうことか。来なくていいっすよ。来なくていいっすもうほんと釣って ね。なるほどなるほど、うん、十分です。はい、まあそんな、うん、ね、愉快な荒久保先生原作のファルコム学園、放送期に終了ということで、はあ、いろいろインタビュー行ってきてもらいましたけど、今回どうでしたか、ティオさん、評価の方は。面白かったです。イェーイ。久しぶりだね、こういうのも。はい、そうだね。まあ、今後もいろいろインタビューすると思うので皆さんぜひご協力いただけたら嬉しいです。そしてなんと次回もイベント会場でのインタビューまだあると、はい、はい、いうことでじゃあお届けしますということなのでどんな質問をしたのかお楽しみに。以上出発特務試練課でした。取り調べ室。おい出てこいよこら。あ、どうもバルドさん、特務支援課まで来るなんて珍しいですね。はっ、ちょうどいいところにいやがったぜ。てめえに聞きたいことがあってな。はい、ロイドさんにじゃなくて私にですか。ああ、まずはこいつを見ろ。てめえなら知ってるはずだぜ。あ、これ青の奇跡エボリューションじゃないですか。もしかしてバルドさんも遊んでるんですか。おお、このバルドバレス様が大活躍するゲームだっていうから遊んでみたんだがよ、納得いかねえ。あそこで俺様が勝てないのはどういうことだ。はあ、何度戦ってもあの野郎が攻撃を避けちまうんだ。あの野郎、俺様と戦う時だけ体がこうなんだが金色に光り上がるんだよ。こいつはイカ様だ。このゲームを作ったファル、じゃねえ、エップなんとかつう、てめえのチームをぶっ潰してやるぞこら。相変わらず沸点の低い人ですね。そもそもエプスタイン財団はこのゲームを作っていませんが。エプスタ、いや、あ、そっち、あ、てめえんとこじゃねえのかよ。まあいい、それならこの俺様にも考えがある。考え？旧市街に魔獣がうろついているボロアパートがあるんでな、そこで魔獣どもを一匹残らずぶっ飛ばしてやるぜ。そして俺はさらなる力を手に入れる。あいつを一瞬で叩きのめすほどの力をな。待ってろよ、今度は全力でぶっ潰してやるぜあいつ。うーん、アパートといえばメゾンイメルだ。そういえばあそこはものすごく強い蚊の魔獣がいたような。パルドさん、一人で大丈夫なんでしょうか。行きます。はい。ゼロエボではビクセン町長とオスカーを演じていた龍谷さん、収録時のエピソードやキャラクターの思い出を聞かせてください。はい、ビクセン町長はあれですよね、ギャンブル教の人ですよね。オスカー君はパン屋、そんな印象です。はい。奇跡シリーズの印象をお聞かせください。まあ僕が中学生ぐらいの頃からすごいなと思っていた、もう RPG といえばファルコムという、このファルコムさんのゲームにですね出れてすごく嬉しかったです。バルドは不良グループのヘッドとして登場しましたが、つまり友達になれそうですか。無理です。ザイトについてどんな印象ですか。そうだ、ワンワン。多分
友達になれそうです、はい、最後にバルドとツァイトを演じることについて思うところがあると思います。率直な気持ちを聞かせください。これはちょっと一言ではちょっと言えないので、まあ後でもし時間があればゆっくりと話したいなと思います。はい、はい、コッティオの取調室、今回取り調べるのは青の奇跡エボリューションでバルド・バレスとツァイトを演じていらっしゃいます龍谷治さんです。ようこそ。こんにちは。いらっしゃいました。バルド・バレスとツァイトを演じている龍谷治です。なんかイタリアの服飾メーカーみたいな、うん、バルド・バレス&ツァイト、はい、そうなんですよね。さっきもザギにありそうなブランド名、もともとはね馬のなんかこういうバグを作ってた会社みたいな感じですよね。イメージがね、V が2つ重なってるみたいな、うん、V みたいな、ね、そんなロゴマークが印象的なバルド・バレス&ツァイト、バルド・バレス、はい、はい、いやバルドさんです、はい、いや私まだそのボイスを青エボのボイスで龍谷さんの、はい、ボイスを聞いたことがなかったので、はい、まあ、もしかしたらこのラジオの今のねお芝居で初めましてという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、はい、最初はこんなんでいいんでしょうか。いやいや、めっちゃ面白かったです。そういう方多いですか。はい、まあここにいる皆さんともちょっと初めましてなんですけども、こんな感じですいません、はい、よろしくお願いします。では、はい、先ほど事情聴取じゃなくて、なんだっけ、はい、取り調べのね、はい、この聴取を取ったわけなんですけど、はいはいはい、ちょっとじゃあそれぞれを細かく掘り下げていきたいなと思うんですけれども、うん、はい、まずは1問目、はい、ゼロエボで私これそうかと思ったんですけど、そうなんですよ、ビクセン町長とオスカーさん、はい、パンダさんのオスカーさんと、はいはい、あ、これ龍谷さんだったんですね。そうですね、その頃からまあご縁はあったんですよ、はいはい、で、まあなんかね友達に引きずられてギャンブルやってるみたいな町長ってイメージと、はいはいはい、それからな、あれですよね、主人公の、はい、親友っていうか、まあ、幼馴染的なね、うんうん、ね、パン屋さんをやってるオスカーっていうイメージはあるんですけど、もう随分前のことでもあるし、ちょっとしか出てこないんで、それほどの、あれはないんですけど、はい、ただ、その、年齢がかなり違うんで、そうですね。それをね、意識して演じた覚えはありますね。はい。マインツのビクセン町長といえば、マインツといえば、うちのこの、特務司令の、はい、ガチ君って言うんですけど、はい、ガチ君がマインツのね、とある役をやったりとかしてね。ガチ君って言うんですか。はい、そうです。ここ拾っちゃう。ガチ君。タイはありまくりなんです。ガチ君ですね。はい、わかりました。はい。マインツつながり。マインツつながり。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何この会話。何をよろしく何も知らない龍谷さんにね、こんないきなり、こうなんか、しょっぱなからこんな情報を入れてしまうのもあれなんですけれども、大好きなんですよ。ガチッとムチッとしたお兄さんが。ガチ君が。で、バルドさん、バルドさんって。ああ、そうなんですか。言ってる。聞いてます目合わせない方がいい。聞いてますよ。もうちょっと距離を空けたい感じになってきたんですけど。ね、はい、そうですか。一、はい、問目からすいません、机挟んでに大丈夫。噛みつかないんでね。どうどうどうしてますんで。はい。ではすいません、2問目いかせていきます。奇跡シリーズの印象ということで、これRPG、これファルコムだと。はい、まあ、そうですね。僕、中学生ぐらいの時に、はい、うちにパソコンがなくて、で、はい、もう、うん十年前ですよね。はい、で、友達ん家によく遊びに行っては、そのパソコンの RPG をやったりとか、友達と一緒にやってたのが、まあ、ザナドゥとか。あ、ザナドゥ、はい、イースとか。そういう、もう、そういう、まあ、RPG を、その頃初めて、その当時ですよね、うん、日本で、ロールプレイングゲームっていうものをコンピューターでやるというのが、それが、まあ、ファルコムっていう会社だったんだっていうのを覚えてたんで、はあ、そういうメーカーさんの、ゲームにこう出演できるようになったんだな。よかったな。国のお袋に教えねえわ。と思ったのを、覚えてますね。はい。じゃあ、やっぱそのパソコン時代の RPG もご存知でいらっしゃったと、はい、はい。まあでも、まあ僕自身あんまりそうやって友達ん家に行ってやるぐらいだったんで、はい、それほどゲーマーではなかったんで、うんうんうん、こんなに、すごいゲームになっていたとは、あんまり知らずに出てたんですよ、はい、実は。なるほど。で、いろんなところで、あれ出てるよねって言われて、はぁ、こんなになんか愛されてるゲームなんだなっていうのを、実は後で知ったと。いう感じなんですけどね。はい、すいません、ファンの皆さん。いや、だもうすごく嬉しいエピソードだと思います。あ、そうですか。はい。はい、では、3番目、うん、3問目、3番目いきたいと思います。はい、バルドさん、
不良の、まあ、ヘッドで、ね、はい。ね、いらっしゃって、友達になれそうですか無理ですって即答でしたけど。ちょっとね、こう、難しいですよね、友達になるのはね。いや、そうなんですよ。視聴者の方、今、バルドさんのね、あの、声の、さっきの、掛け合いを聞いて、もしかして、リュータリーさん、すんごい、すごい、こう、グワーってなんか傷とかがグワーみたいな感じの人を想像されてるかと思うんですけど、はい、もう、ね、まあ、それはいろいろ想像していただくのは勝手なんですけど、この喋りを聞いていただければ、あ、この人は無理だなって、はい、多分直感的にわかると思うんですけど、そう、なんか優しそうな方ですねっていう。もう全然シャバいので、無理です。僕は無理です。無理そうかなって勝手に思いました、はい。ただ、嫌いではないですよ。すごい憧れというか、いいなと思うところもありますけども、じゃあ友達になれって言われたら、結構ずっとね、パシリに使われてると思います。はい。パン買ってこいっていうね。はい、言われそうですよね、はい。ちょっとビクビクしそうですよね。はい。はい、では4問目。はい。サイトの役もやってらっしゃるということで。はい、そうなんですよ。どんな印象ですかっていう。いや、どんな印象ってね。ね、犬ですよ、それは。だから、来た時に、はい、あ、そうなんだと。犬じゃんっていうので、まあ、いっぱいね、いろんな思いはあるんですけれども、結果、どうですかって言われたら、犬ですよねってしか言いようがないんですよ。まあ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 、狼ということですけれどもね。まあ犬ですよね。狼っていうか、俺の中ではもう犬なんですよ。でも、犬科の動物っていう感じの、研究を多少して、まあ、そうやってお腹を見せたりとか、尻尾を振ったりするところをイメージしながら、お腹を見せる。ね、幼い子供にパタパタしてると、パタパタしてるイメージを持っていただければと、怖い、怖もてだけれども、はい、可愛いぞっていう感じのね、イメージを。ですね、はい。あ、楽しみです、サイト。はい、なんか前にこの、バルドさんを演じていらっしゃった竹下さんも、サイトとバルドを、両方演じてくださってて、はいはい、あ、なんかそれもそのまま引き継がれたんだなと思って、私的にちょっと嬉しかった。最後の5番目のね、質問にあった、この役を演じることについてはっていうのと絡むんですけど、はい、まあ、竹下は僕の、この仕事始めた時の同期なんですね。事務所に同級生なんです。はい、で、ほぼ十数年前にこう出会って、うん、それからまあ本当に同じ釜の飯を食った仲間というかですね、とっても仲良くしてたので、はい、初めにこの話が来て、竹下の役なんだけれども、今回こういうことで取りがあるんだけれども、やってくれって言われた時は、多分他の役者さん、のそういうまあ代役というか代わりでって言われたら多分もっと抵抗があっただろうし、うん、きつかったと思うんですけど竹下のって言われた時にももうだから二つ返事で、返事をさせていただいて、ただやっぱりそれなりに覚悟が必要だということは分かったので、うん、それなりに僕の中でも覚悟をしてやりました。それで聞いてくださった方の中に竹下さんの、バルドとサイトをの方が100倍いいっていう人はたくさんいると思います。で、僕はあえてその人たちに対して、いや、僕のバルドを聞いてください、サイトを聞いてくださいというつもりはありません。だから、愛してください。彼のやったバルドとサイトが好きだっていう人は、そういうふうに言ってください。で、僕のことを叩いてくれても全然構いません。他の、役者さんの代役で叩かれるのは辛いかもしれないですけど、滝下が、やった役の代役で叩かれる分には、あ、みんなあいつのことを覚えてるんだな、忘れてないんだなと思えるので、ぜひぜひそのことをね、どんどん話題にしていただけたらいいなと思っています。そんな気持ちで演じました。はい。ありがとうございます。はい。もうなんかもう聞きたいことを全部聞けたような気がするんですけど。もうね、締めっぽい話になってすいませんね。まだね、ちょっと1年と半年経ってないんですよ。だから僕の中でもちょっと整理がついてない部分があって、はい、ただ、やっぱり、実はその、一周期に伺って、ご家族の方にも、ファルコムさんで作ってるこの、青の奇跡エボリューションという版、ゲームで、彼の代役をやらせていただきましたっていうご報告もね、させていただいています。あいつがどう思うかね、それは今はもうわかんないんですけど、ぜひ、あいつにも聞いてもらいたいなと思って、やりました。ありがとうございます。はい、すいません、締めっぽい話で。私ちょっと、この収録現場にはいなかったんですけど、うん、収録現場に立ち会っていらっしゃったスタッフさんにいろいろお話を聞いたときに、はいはい、竜谷さんが、それこそテイク1で初めに撮ったときに、うん、もう、竹下さんのバルド、そっ
くりに演じてくださってたんだと。で、もう、で、そのエピソード聞いた時にもう、本当に竜谷さんにお会いするのがすごい楽しみで、うん、今日も。いや、まあ、多分、その、この年齢で、友人を、まあ、同い、まあ、三つ下なんですけど、実は、彼は。やっぱそれぐらいの、自分より若い、しかも、そうやってずっとつるんできた仲間をなくすっていう経験っていうのは僕の中にもなかったので、本当に去年、すごく凹んでたんですよ。で、そんな中でこの話があった時に、これは一生懸命やんなきゃと思ったし、あと、その、俺の中にいる、滝下剛をこうどうやって表現するかっていうことも一つの僕の中でのテーマになったんで、これをやることによってかなり僕の中でも吹っ切れた部分があって、そういう意味ではすごくありがたい企画だったというか、あの演じられてよかった役だなと思っています。はい、いやそう言っていただいて、あでまあその後、滝下さんのバルドさんを、あの思ってくださっている龍谷さんの、龍谷さんバージョンの、バルドサイトで行きましょう、はい、って話になったそうなんです、はい、もちろんその近づける部分は近づけてるんですけれども、はい、やっぱりね、ライバルなんですよ滝下剛は俺にとってだからその同期っていうのはどっかでそうやって、相手と切磋琢磨して育ってきたっていう部分があるから、俺だったらこうするぜ滝下っていうのをやっぱり出していったつもりです。なのでその辺の違いをもし楽しんでいただけるなら、そういう形でね楽しんで、いただけたらいいなと思っております。はい、楽しみです。もうこれを聞いた方もね、なんかこういろいろいろんな思いあると思うんですけれども、このバルドと、まあ、サイトもそうですけど、はい、バルドさんっていう役はきっともう本当に好きで好きでっていう方もたくさんいる、本当に愛されてるキャラだったんだなっていうのをいろんな、まあ、コメントとかを見させてもらって、はい、でこれはちょっとしっかりやらなきゃいけないとも思ったし、まあ、絶対前の方が良かったっていう方はいらっしゃると思うんですけど、僕はそれはすごくありがたいことだと思ってるので、そういう意見もぜひ聞かせてもらいたいなと思っています。はい、なんかこうまあしょうがない事情、まあ、こういうしょうがない事情とか、まあ、いろんな事情で役が変わるってことってあるじゃないですか。はい、でもその時に、ああ、そうだよね、こういう変わり方をするよねって、納得がいくことっていうのはなかなかあることじゃないっていうのも、まあ、現実だっていうのもあって、私も、その誰かに渡すこともあるし、自分が受けることももちろんあったっていう中で、はい、私、まあ、いろいろやってますけど、はいはいはい、大体同じぐらいだと思います。はい、ね、キャラ的にも、はい。同じぐらいだと思うんですけど、龍谷さんと。やっぱり、なんか、ここまで個人的に、あ、こうなるべきだったって思ったこととしなくて。羨ましい。羨ましいずっと気にしてたんですよ。うん、どなたになるかって。結構、亡くなられた後すぐに、こういうお話があって、どうしようっていうことをスタッフさんみんな悩んでたの分かってたんで、ただ、なんかこう、どうなるのかなって、口出せる立場でもないんで、見守ってた中で、こういう風にはなってほしくないって思った形にはなってないので。まあ、よかった。ある意味その、そういう風に言っていただけるんだったら、すごい嬉しいですね。私もこのゲームすごく好きだし、なんだろう、やっぱり関わってきたんですよ。それなりになってきたんで、いろいろ思うところあったんですけど、ここまでね、なかなか、そうだよねって、なんかすごい不思議なんですよ。同期だって聞いてすごく納得がいったっていうか、ご兄弟みたいですね。そうなんですよ。なんか雰囲気が。よく似てるって言われません？っていうかね、弟みたいなイメージなんですよね。俺の中では。なので、まあ、正直、怒りもあったんです。その、バッカ野郎っていう、それは本当、そういうふうに思ってることネガティブに思ったことも含めて、近いからなんでしょうけど、すごい怒りもあって、それは彼のせいではないけれども、とにかく腹立たしかったっていう部分があって、でも、その気持ちみたいなものも、逆にこの、バルドさんの役にすごくリンクしたんですよ。裏切られたっていう、その気持ちを、かたくなにそれになんか、まあ、あんまりネタバレになるんで言わないですけど、裏切られたっていう思いをすごく強く持ってるキャラなんですね、バルドさん。そこに全部をかけてしまうんですけど、なんかその感覚を、あいつのことを思いながら叫ぶっていうことが今回できたのは間違いないなと思ってて。やっぱり似てるんですよ。そうですね。何が似てるって、声が似てるとか、喋り方似てるとかじゃなくって、すごく、
竹下さんと龍谷さんって、性格似てますよね。そうなんですかね。言われませんか？いや、言われたことない。兄弟だなって、兄弟って意外と見た目とかは、声とかもないんですよ。なのに、なんか、一本通ってるもの一緒だよねっていう。へぇー。そこから並んでたら、この人たち兄弟みたいって。なるんですかね。いや、でもこの業界入ってきて、ずっとやっぱり、まあ、つかず離れずみたいな距離にいたので、影響は必ず受けてて。そうでしょ。へぇー。ずっと。小学校とかって6年じゃないですか。ね、大学でも4年とかじゃないですか、最大。それが十数年。そうですよね。一緒にこう、やってるって、やっぱり影響を受けるんですよね、思いっきり。そういう部分は絶対あると思うし、逆に俺がかなり影響を与えてる部分もあったんだと思います。あいつに。やっぱりなんか負けない。そう、あえて言うぞ。あえて言うぞ。なるほど。そうそう。なんかお話ししててすごい不思議です。なんかご本人ここにいるみたいな感じ。それは嬉しいですね。なんでかなっていう。だから納得いったのかなっていう。いわゆるその表面上の声がそっくりなので、交代してみましたとか、そういうことではなくて、っていう。そこがね、だから、今回を聞いて、思うところがある人は、その、今までなかった彼の声が、俺の声によって補填されるっていうふうに、思う人もいるかもしれないですけど、もうそうじゃないと思ってて、喋ってないけど、前の部分では喋ってないけど聞こえてくるっていうものを大事にしてほしいなというか。ちゃんとキャラなんですよ。そう、それがね、皆さんの中にあるなら、とっても大事にしてほしい。それを覚えててほしいんですよね。忘れないみたいな。はい。ということで、なんか、もう私も一プレイヤーとして、なんか、こんな言い方も失礼かもしれないですけど、龍谷さんでよかったなって。ありがとうございます。本当につきます。はい。ほっとしました。はい。取り調べ。まだまだ、もう、たくさんお話伺いたいんですけれども、ちょっとこの辺にさせていただいてですね、次週とかにまたちょっと遊びに来ていただいて。次週のスケジュール大丈夫？大丈夫？今 OK が出ました。大丈夫だ。大丈夫だ。そうなんだ。はい。もっともっとお話をたくさん伺いたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。以上、コッティオの取調室でした。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるわというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。そして小手さんにもつぶやいてもらいつつ、はい、司令官の二人にもつぶやいてもらいつつ、はい、もちろんゲストさんのつぶやきも紹介していきたいと思います。よし、それではまずティオのつぶやき聞いてください。ダドリーさん、あんなにはしゃいでポムットでロイドさんに初めて勝てたのはそんなに嬉しかったんですね。ダドリーさん、ポムットで負けたからってむくれるのはやめてください。かわいいダドリーさん、ポムットで負けるたびに今の練習というのをやめてください。もう朝ですよ。いるいる、こういう人いるの練習。いや、ちょっと試してあげ、向こうスケーみたいな。おとなげないな。おとなげないです。まあそれがダドリーさんクオリティ。勝手にそういうこと、勝手にそういうこと。今日はダドリーさん縛りって言ってた。はい、ではコッテさん。はい、皆さん、今日は料理コーナーのある回ですので、こちらの書類にサインしてくださいということで、何食べたことで何かしらの異常をきたしても浜本しおりおよびスタッフにクレームを入れません。で、なんでやねんということで、これうちのしおりさんがですね、はい、料理人、すごく料理人、はい、料理人でございます。闇の料理人、闇の料理人なんですね。いろいろ作りますよ。かましてるんですね。食べた人がみんな悶絶してもらえて耐えていくっていう、同意するってところにこうチェックを入れて。はい、危ない先生、最初それやからないと。はい、じゃあこれで以上です。怖いな。はい、ガッツ玉いきます。新生 DG 教団の最高幹部である金久和友だ。我々の DG とはダンディゆえにガチムチを意味している。クロスベルを男の楽園にするために全女性をクロスベルから追放させる。大丈夫ですか？君何を言ってるの？ガチ友です。ガチ友くんっていうのか。そうか。
大丈夫なのか。DG 教団か。なるほどな。では浜本行きます。はい。私の料理巷では痩せるって評判ですよ。だから遠慮しないでいいですからね。うん、まあ嘘じゃないね、うんうん、痩せるね。そうなんですね。痩せるヘルシーなヘルシー用ですからね。痩せる。うんってうんってもういいよ。それでは皆さんお待ちかね、はい、最後に龍谷さんが演じるバルド、それともザイト、どっちかなのつぶやきです。どうぞ。この匂いは、おいお前ら、このラジオの収録現場にわじがいただろう。この残り画の量だと2週間ほど前だ。おい、いたんだろう、わじがここに。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。ね、前回ワジさん来ていただきましたから、ね、前回のゲストだったんですね。はい、当たり当たり。続いて、はい、はい、ヴァルドバレスのサーベルバイパーラジオ。ふん、ワジばっか呼び上がるファルコンラジオは終わりなんだよ。ざまみやがれ、スタートです。最後だけ丁寧なスケープ勝手につけちゃいました。すいません、あんたがね、すごいやる気に満ちてるね。そうそう、ジングルなんでね。終わり宣言、はい、はい、そして今月も最も頑張るどなリスナーには色紙をプレゼントするからな。俺の名にふさわしい気合の入ったお便りを送ってこいよ。書いよ、色紙自分で書いて、うん、多分バルドって、なるほど、バルド欲しいな。送ってこいよ。意外と皆さん、意外と達筆だ。達筆っぽいですよね、意外とね。ワジだけじゃなく、カノマジュなんかにまで遅れを取っちまうなんて、ちくしょう。絶対強くなってやる、どんな手を使ってもな。で、この手を使ったバルドさんがこちらです。料理番組こちらです。使用前使用後みたいな。はい、はい、続いていきます。あの野郎、俺を見るのと同じ目でアッバスのやつを見てやがるぜ。おい、お前たち、あのなんだ、なんだ、ガチ止まってやろう。旧市街から追い出せ。二度と入れるんじゃねえぞ。絶対下心がある、信用ならねえ。どんどん見つかった、無理かな。一人見つけたら30人いるけど。そんなに無理かな。気持ち悪い。全部が分かるわけじゃないけど、すぐなんとなく分かりましたね。うんうん、すぐなんとなく分かっちゃった。察しちゃった。察しちゃった。察しちゃった。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上です。はい、以上です。はい、面白い。はい、ということで、これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやき、ガチムチを追い出すつぶやきお待ちしてます。以上、つぶやきでした。おお、わしや、コテラカナコや。今日もこってこってこてかなニュース言ってますわれ。日本バルコムの耳寄りな情報、コテラカナコがハイテンションでお届けします。みんなテンション上がったかわれ。上がった。いいですね、やっぱすげー、バルドさん面白いされて、みんなで元気にいってみましょう。今回は、うん、アウェボ&千の奇跡2スペシャル合同抽選会決定ですので、毎回すごいですね、この抽選会すごいでございますよ。今回も6月12日に発売されたアウェボと千の奇跡2の発売を記念したスペシャル合同抽選会が6月28日の土曜日にソフマップ秋葉原アミューズメント館、そして6月29日日曜日はソフマップナンパ店ザウルス1にて行われちゃいますよということでございます。当日は青エボの購入を証明できるレシートや領収書、千の奇跡2の予約が証明できるレシートや予約引換券をお持ちいただくと、サイン色紙やここでしか手に入らない豪華なグッズが当たる抽選に参加することができます。なんやってヤンキーが混じってます。ちゃんと聞いとくんかいわれ。また秋葉原は
んとディオちゃん、ナンバはエリーさんとノエルさんのコスプレイヤーさんも参加するということで、ノエルさんは大阪初上陸なんですって。おお、かわいいですよ、ノエルさんのコスプレ。ぜひぜひ、あの写真撮影も OK ということなので、皆さんぜひぜひご参加ください。抽選会の詳細は青エボ千の奇跡2の公式サイトにてご確認ください。来週も日本バルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、ゴテカなニュースでした。ハルコムラジオ137回、お別れの時間となりました。ということで、本日は本日はスーさんをお迎えして、はい、いろんなお話を聞きましたけれども、いやー、なんかもう胸がハートが熱い、うん、ハートフルな感じで、そうですね、ちょっと若干鼻声ですみません、ちょっと長めに今回ちょっとお送りして、いろいろ語り尽くせない思いを聞いたので、ちょっとあのお便りはそう ねなしにしていただいて、はい、いろんなところバツバツ切って、あの行きたいと思いますけれども、そんなファルコムラジオ、皆さんからのメールお待ちしておりますよ。続々とリリースされるファルコム作品への熱い思い、さらに私たちの質問やティオのつぶやきなどなど、ぜひ送ってきてください。はい、そして出発特務支援課のコーナーでは皆様からの支援要請をお待ちしてます。さらにファルコムミュージックライブラリーにはあなたからのリクエスト曲をお待ちしてます。ぜひ思い出をたっぷり書いて送ってください。そして次の放送は6月20日配信ってことは、俺が一つ年を取ってからな、取ってからに配信でございます。はい、早いな、そして来週もリュウタニさん迫っていきますからね、お楽しみに。はい、全てのコーナーの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい、そしてツイッターもやっております。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってきてください。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレス載ってます。確認してください。そして、コテさんが、いつものあから顔で、わしのツイッターどこで飲んだとか誰と飲んだばっかりでほんますまんの、わし実は酒場放浪タレント喧嘩じゃねん、でも魂込めて歌ってますと涙ながらに語っていたと噂のコテさんのコテ書き、なんじゃそれ。こちらも見逃し、読み逃しのないようにお願いいたします。お願いいたします、それではまた来週お会いしましょう。ボイタオミダースカオリとコテラガネコとガネッサカズトモト天形しおりでした。みんなやる。またね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。いい加減寝ろよ。